待っていました。分かったのか。はい、解を得ました。竜骸の源、それは血の淀みです。何故血が淀む？あなたはたとえ改正の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜骸になったものからか。おそらくは竜骸になったものは、人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す？奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。狼殿、よく参られました。ではまた。なんじゃ。
何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、三年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。もしもし。
お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。そこのお主、もし
なんて、ゲロウども。おい。お主、確か、忍びよな。であれば、お堂の、忍びよの、奴らを、頭蓋を、叩き割って、たの、こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしや、お主、賊を手引いたのではあるまいな。さもなくば、この平田屋敷が、こうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者はいねえ。誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。ああ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。お役立てを。承知。
っ